一般社団法人ホームステーションの南でございます。琴奈塾代表の塚増でございます。私の子供の頃っていうのを記憶をたどるとですね、大人の人の顔がすごく出てくるんです。多分まあ自分なりに優しくしてくれそうな人とか相手してくれそうな大人を選んでいったとは思うんですけど、まあ当時親がいなかったので、親のいない子供である私に近所の人たちがいろいろと気にかけてくれたんだと思うんですね。で、今の子供たち、そういう大人との関わりってどれぐらいあるのかなってすごい気になってました。で、特にコロナになって自粛モードとかになって、ますます関わりが希薄になってんじゃないかなっていう思いがある中で、琴奈塾と私たちホームステーションが食堂という形でそういう場を作りたいと思って始めました。それに仮にコロナになってなかったとしても、今地域の個人店がなくなったり会社勤めする人が多くて、たくさんの子どもたちが大人との関わりを失っているんじゃないかっていう思いもあります。まあ、だからみんな食堂っていうのは、子どもが大人に気兼ねなく甘えたり懐いたり行ける場所でありたいと私たちは思っています。決してご飯が食べれないこの場所、それご飯が食べれない経済的に困窮の子たちだけが来る場所にはなりたくないと思っています。多くの子どもたちが困窮しているのは経済的なことじゃない、関係性です。大人に甘える場所であり懐いていける機会です。そういったことをこの賞をいただくことで少しでも社会の方々に発信できたらなというふうに我々は思っています。そしてできれば子どもたちの本音を、たまに漏らす本音をちゃんと受け止めて、子どもたちの代弁者として行政やいろんな専門の方や専門家の方や他の団体の方と連携しながら問題を解決していけるような、そんな場になっていけたらと思っています。きっと全国で子どもの居場所を作っている、そしてやろうとしている人たちみんなが同じ思いを持っていると私は思っています。だから今回の奨励賞はそういった皆さんの一員としていただいたと思っています。そして皆さんを代表してお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。